じゃあ赤塚駅方面に向かいましょう。角度微妙じゃないか。楽しい。こうどんどん曲線が上がっていくのね。先輩のところにユースケが。はい、おはようございます。めちゃくちゃ寝起き。缶コーヒーのような。途中買ってくる。ちょっと午前3時ぐらいまで起きたのにちょっと。ああ。昔しちゃった、昔しちゃった。俺らその2時間後ぐらいに起きて。そう。なんか出発したんだから、そうなんですか、そんなの。そう。何気に今日ね、長距離。長距離運転手だもん。200キロ近く走ってきて。本当。またね、さらに190キロ。だよね。130キロ、今日予定では。いや、お疲れ様です。じゃあ、というわけで今日の目標、趣旨は原付で奥日光まで。30キロの旅、そうだね。皆さん、本日もご安全に、ご安全に、作業お願いします。まあね、なんか、ピー音入れるようなことは。まあ、今のところで大丈夫かな。今大丈夫。カバ9台で。俺はコーヒー一杯飲んだ。うん。車の中乗ったらば。あ、そうだね。今回一応原付はね、ユウスケ。そうそう。ね、このなんか持ってますけど。なんかちょっと結構面白そうだね。早くもね。はい。まあね。ウィリーしてくれれば大丈夫。あ、そうそうですね。ウィリーと。うん。つか。まあ、いろは坂はちょっと見物かな、やっぱ。やっぱね、うん、その辺が一番見物だよ。猿に襲われないかしら。そうだ。猿持ち帰んないよね。お持ち帰り。お持ち帰りして。いや、相変わらず皆さん、相変わらずですね、ほんと。できちゃった。やっぱあれかな、こう、なんだろう、こう、どんどん曲線が上がってくるのね。上がってくから。うん。お客に草田さん。そう。で現時点の一応、まあ、予定走行ルートですか、うん、今回の予定走行ルートはこちら。出発地の水戸を出発し、途中栃木県茂木町にある道の駅茂木を経由し、栃木県の県庁所在地宇都宮へ。宇都宮からは日光街道で今市、日光市街地、そしていろは坂を経由し、本日のお宿がある湯本温泉が目的地となる。片道およそ130キロ、すべて一般道となる今回の旅は、一体どんなことが待ち受けているのか。いや、待ち受けていない。むしろ、エロスのみ。そんな感じで宇都宮経由してね、一般道で。完全に。完全に。はい、はい。今回ね、相互通信できるんでね、ユースケと、原付はね。じゃあ行きましょうか。安全運転でね。うん、安全運転で。はい。始まりました。すごい絵だな。いや、どうですか、原付の方は。原付は調子いい。いいことがどっちはいるかな。いや、牛乳爆乳おっぱいでかい方。普通の歩いてる人に聞こえそうな声が出る。歩いてる人恥ずかしがってしまう。走ってた時は行くよ。待ってる時は俺ら声かけかもしれない。行く行く行く行っちゃう。やっぱ聞こえてたよ。お前の得意技。合図以来久々に聞いたね。黒人風に言うと。うちの工場にいるね、ブラジルの職人もね、日中だ。うわ、トラックすごいね。暑いですね。暑いですね。俺らの分かんないね。ちょっといやー、クーラー効いてて快適だわ。23
寒さ23度。いやあ暑い暑い暑いやばいな。もうあと100キロぐらい我慢すれば涼しくなると思う。そうだね、本当に100キロかな。そうだね、うん、山の中から入ればそうだね、幾分なんかその学校でも涼しいくらいかもしれないな。今、うん、テーブはそんな暑くないんだよ、うん、あいいね、いいねいいね、いいね。ここ入る、ここ入る入れろ。ああおっと、ゆうすけの先輩がいらっしゃいます。先輩先輩装備が強すぎる、違うすぎる。先輩、やめてください。でも、うわ、なんかムキムキだな、もうガチムチだよ。先輩のところにユースケがガチムチすぎるよ、隣に。これはいい絵だ、いい絵だ。先輩、やめてください。これね、角度微妙じゃない。さあ、ここからあれですね、本格的な、ね、旅になりますね、これね。いや、気持ちよさそうだな。なんかすごい行ってそう、なんか行きそうだな、これ。行きそうだな、じゃねえよ。なんだよ。なんだこれ。ちょうちんが曲がっとる。ちょっとね、くねってなってる。やべえ。快楽園って快楽園。めとっだめと。まっすぐだよね。まっすぐ。いや、ここ昔あれだな、サバゲーやったとこだ。そう。あ、そうだ、ゆうすけも来たよな。来た。うん。アウト。なんか本当に股関節が痛い。そう、あ、そうなんだ。そう、寒かったよね。1月か2月の冬の。いや、懐かしい。富白里町。そう、上手町。ここエロビデオが結構いっぱいある。そうなんだ。どっかで聞いたことあるフレーズだ。おい、おい、栃木県だよ。栃木県入るぞ、モテギだ。お、えー、いや、ゆうすけはもうかっこよくて。あ、そう、これちゃう。好きな女の子もあれじゃないの？濡れる。イチコロだよ。次はあれだよ。カメラ意識しなくていいから緊張しなくていい。そうなんだ。まあこっちは撮ってっけどね。あ、そう。うん。バリバリ撮ってる。バリバリ撮ってる。緊張しなくていい。緊張しなくていい。いいんだよ。緊張しなくていいんだよ。はい、見てみようか。いいね。いいね、いいね。かわいいよ。綺麗だね。髪の毛撫でるのは基本だよね、まずは。そう。あ、耳を舐めるの。いきなり胸をもみしずくのはないと思う。俺は基本的にそんなラフサーしたからせばいいな。
医者ができないで、明けましておめでとう明けましておめでとうね。いきなりゆうすけもやっぱそう、ゆうすけも下から攻める、普通の口から下、普通の口から攻める、口から中で終わるっておかしくないか、イメージトレーニングバッチリだと思ってね、ゆうすけの好きなことね、好きなことよし、このミーカーだ、ミーカー入りますね、なんでカウントダウンすんだよおい、大丈夫？いや、大丈夫大丈夫、なんか快適そうだな、快適そうだ、快適だよ、楽しいもん、楽しい、ゆうすけの原付きは真ん中かな、真ん中、うん、目立つな目立つなんか、尻の高さも違うね、あいやあれだな、ちょっと観光に来たって感じやな、観光だよ、うん、いいね、あこういうあれだね、なんか直産売り場みたいなとこいいね、これね、なんかいいね、ここあれだからな、特産がユズだからな、ユズ、うん、そう、うん、はい、あの辺の温泉街ずっと回って湯かけゆすけどうだ、うまい、うまい、あ熱い、あ天ぷらなんか久しぶりに食ったんですよ、いいね、いつも俺よく紅丸のあの天ぷらだから、あのあれだベチャッとしたやつだ、はい、はい、はい、すいません、ありがとうございます、はい、大丈夫です、見たら安そう、この間400円ぐらいだったっけ、おお久しぶりに、いいね、おい、うまそうだな、ああ、ああいう食ってる絵ばっかだな最近クルーダーの時もそうだったもんな、これがなんかブルーハワイ違うブルーハワイあれだよ、ラムネラムネチョコ、ラムネチョコ、下は見る、ラムネラムネ贅沢だな、うん。